さん、おはようございます。先ほど早津研究委員長からご説明ありましたように、国際日本学研究院に、連携大学院という形、教授だけではなくて研究の方もですけれども、この4月から参加するということになりました。そういうふうになった経緯、もう2年3年ほど前から宮崎理事とも話を詰めてきましたけれども、結局私たちの東京外国大学と国立高校研究所、2つの研究機関の目指すところ、つまり日本を国際的に高めたいというところが一致するということで、一緒にやっていこうということになったと思います。今日は画面にありますように、国立高校研究所世界のグローバル化と日本語研究、英語の方は左右バイリンガルにしていますけれども、右の方は忍者を Its role in a globalizing world というふうにしました。この話、今日ですね、これからお話しすること、最初に話を依頼されましたときに、釘を刺されまして、先ほどの個人紹介のところでは言語学の紹介をしていただきましたけれども、今日は言語学の話はしてはいけないと、この研究所と外国大学との関係、特に国立高校研究所の成り立ちや活動についてですね、話をしなさいというふうなことでございました。しかし、それ、単に国立高校研究所はいつできましたというだけでは全く面白くありませんから、私の言語学者としての考え方も踏まえて、お話ししていきたいと思っています。国立高校研究所、目指すところは、日本語研究の国際化、さらに言うと、グローバル化ということになります。今日の趣旨、画面に出ていますように、言語の研究においては欧米に、特にアメリカですね、端を発して世界に広まった理論的な研究があります。そういった研究を受け入れることが国際化であると考えられていた時代も昔はありました。何十年も前は欧米の偉い先生方をお招きしてありがたく講演を聞くというふうな国際化の最初の段階もありました。しかし現在考えてみますと、現在の世界の言語学会ではヨーロッパ言語以外、非ヨーロッパ言語ですね、中でも理論的な研究が進んでいるのは日本語でございます。よく言われますことですが、理論言語学の世界では英語、ドイツ、フランス語、ヨーロッパ系の言語の次に次いで最も深く広く研究されているのが日本語だと。中国語や韓国語以上にですね、はるか以上に日本語が研究されているというふうに言われています。で、単にそれは日本語は研究深く広くされているだけではなくて、重要なことは欧米で作られた言語理論に対して日本語がどのような貢献をするか、欧米の言語の仕組みと日本語、その他この東アジアの言語の仕組み、かなり近っている部分がありますから、そういったところからですね、欧米の言語に基づいて作られた一般理論が果たして、世界中の人類の言語の普遍性、ユニバーサリティというものに対して通用するのかどうか、それを検証するテスティンググラウンドとしてですね、日本語が使われると言及されるというところが、かなり出てきている、といったことで、私たちの国語研究所も世界的にも、知られるようになってきましたし、東アジアの言語、それからインドの言語ですね、ヨーロッパ以外の言語、文化、
に今注目が集められていると思われます。グローバル化、そのような時代においてグローバル化と多様性、世界均一化と個別性、個別化という相対する概念が調和をとってこれから進んでいかなければならない、そういう時代になりました。そういった時代において日本語の研究がどのような方向に進むべきだろうかということを国立国語研究所の取り組みの一端ご紹介したいと思います。これまで6年間の、取り組み、そしてこれから、先の取り組み、ね、で、グローバル化という言葉が一般的になってきましたけれども、まあ、それは単に人が行き来するだ、国境を越えて行き来するだけではない、あるいはインターネット等を通じて情報が世界中に一瞬のうちに拡散する、それだけではないと思います。少し考えてみましたけれども、学術研究における、グローバル化、まあ、もう少し言葉を行き過ぎかもしれませんけれども、言い換えると世界均一化、あるいは情報その他の世界共有化というふうにグローバル化を考えてみましたら、一つは研究情報のグローバル化、すなわち論文や書籍、研究動向などの情報が世界で共有される、インターネットや電子ジャーナル、電子出版、ね、そういったもので時間の隔たりなく遅れなく世界中に広まっていく、一瞬のうちに共有化される。それから二つ目、研究水準のグローバル化、この一番目の研究情報のグローバル化は誰でも分かるのですけれども、二番目と三番目はなかなか手強い、これからやっていくのが実践に移すのが難しい部分だと思います。二番目に掲げていますのが、研究水準のグローバル化、国内の日本語研究、国語学研究の水準と世界における言語学研究の水準、それをできるだけ均一にお互いに共有できるようなレベルに持っていきたい、トップレベルの研究水準が世界で共有されるように、これすでに、欧米のジャーナルや出版社では、世界中のトップの研究者が論文や出版のピアレビューに参加します。日本語の本を、ヨーロッパで出したいというときには日本の研究者たちも英語でピアレビューを書いて、提出します。そういったことで、表には出ていませんけれども、かなり隠れた部分ではこの研究水準のグローバル化も進みつつあると思われます。そして、最も難しいのが研究スピードのグローバル化、昨日の最初の講演でキャロル・ブラック先生の話、近代化モダナイゼーションの中でちょっとだけ私気にかかった言葉がありまして、JIT Japan Internal Time というのと、JET とおっしゃっていたと思います、 Japan External Time、まあ、私なりに今日のコンテクストで先生のご講演は違うコンテクストでしたけれども、私なりに考えてみましたら、日本の中の学術の進み具合、特に、中期計画といったもので制限される進み具合と、そういったものがなしに自由にどん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 先に進んでいく世界での研究スピード、ここがかなりですね開きが出てきているように思います。最先端の課題に対する研究スピードができるだけ日本が遅れを取らないようにですね、これは研究者の交流、研究情報の交流もそうですけれども、常に外を見て、海外を見てですね、どのような動向になっているかということが必要だと思われます。今日これからの話でこういったことをベースにして、国立国語研究所の活動をご紹介したいと思います。
国立国語研究所の名称は、昨日も挨拶の時に申しましたように、国語というのは、もともとはナショナルラングイッジ、国家の言語という意味でございまして、1948年に法律が発布された時には、英語の名称はその通り、ナショナルラングイッジ・リサーチ・インスティテュート、こういう名称でございました、国語の研究所。これが、ナショナルラングイッジ・リサーチ・インスティテュートかもしれませんけれども、その二通りのアンビギュアスですけれども、多分作った人はナショナルラングイッジ、国語というもののリサーチ・インスティテュート。しかし2009年10月から6年半前からは、現在の大学共同利用機関人間文化研究機構というのに移りまして、英語の名称も取っ替えました。 National Institute for Japanese Language and Linguistics、 日本語と言語学のそういう研究をする国立研究所であるということで、頭文字を取りまして忍者をというふうにしています。この英語の名称の変更は実質的な研究内容の変化、つまり2009年の10月を境としまして、それ以前の国語ナショナルラングイッジを研究していた研究所から、ジャパニーズラングイッジ&リングスティックスを研究する研究所へ変わったという中身を体現している、そういったものとご理解ください。私たちが対象としている言語、国語、日本語というと、この我々が今、私自身が今しゃべっている日本語でございますけれども、日本列島の中には日本語以外の言語があります。そういったものも含めてですね、国語、国立国語研究所では、そういったものも研究の対象として扱っています。まず日本語および日本語を含むの諸方言ですね、各地の地方の方言、それから琉球諸語と呼ばれています、元の琉球がありました琉球湾ですね、およびその諸方言、この日本語と琉球諸語は日琉諸語、日本と琉球ですね、がランゲージグループを作っていまして、それが今から1500年あるいはそれ以上前に分かれたと言われていますけれども、もともとは兄弟関係でございます。ジャポニックラングイジスと呼ばれています。それと比べまして午後から説明がありますアイヌ語、アイヌ語も北海道の中で方言がありますけれども、これはまだ系統がよく分からないされています。日流諸語とアイヌ語の歴史的な関係はまだまだ謎が、ほとんど謎に包まれているところで、さらにいきますと、コリアン韓国語との関係ですとか、その他ですね、北東アジア言語との関係はまだまだわからないということでございます。アジアの私たち極東アジアの一番端っこの方に日本、ペリファリーのところにありますけれども、そういったところの言語はなかなかこのルーツが探りにくいということで孤立型言語と言われています。日本のこれは真田真嗣先生の方言は気持ちを伝えるという本からの画面ですけれども、日本列島をヨーロッパに、そのまま、置き、その上に重ねるとどうなりますかということで、北の方はですね、スカンディナビア半島、そして南はスペインまで、ね、非常に幅の広い、北から南まで幅の広い、ところにまたがって日本が存在し、その中の北の方はアイヌ語、真ん中だけが日本語、南の方が現在では琉球諸島というふうになっています。現在のとりあえず日本語だけに話を、今日午後の講演の中で琉球諸語については研究所の木部教授が、そしてアイヌ語については研究所の特任准教授アンナ・ボガエワさんが説明いたしますので、
今日これからの私は日本語の方をお話しいたします。世界の中の日本語研究どうなっているか、先ほど伊藤日本語教育学会会長からお話がありましたので、私などが差し出口をするところではありませんけれども、世界では日本語に興味を持つ人が増加しています。学習者は年々増加しています。また日本を訪れる観光客もこれまでにないピッチで増えています。その人たちの主な関心は日本文化、漫画アニメ、J-POP、文学、あるいは技術的なもの、経済的なものがあると思います。これらの外国人に興味があるのは日本文化を理解し、日本人とコミュニケーションを取る、ちょっとずれてしまいましたか、取るための手段としての、コミュニケーションの手段としての実践的な日本語力だと思います。国際交流基金からのグラフをここに引用していますけれども、左端の1979年から2012年まで、もう桁違いにですね、増えてきました。400万ぐらいの人が世界各国で日本語を勉強していると思われます。で、これも同じく国際交流基金の調査によりますと、日本語学習者の主な目的は、日本語でのコミュニケーション、日本語そのものへの興味のほか、漫画、アニメ、それから歴史、文学等、ね、といったことがございます。ここだけを見ていますと、この国際交流基金のグラフだけを見ていますと、ずっと右肩上がりということで、めでたしめでたしということになりますが、実際には言語は2つの機能、ファンクションを持っています。一つはコミュニケーションの手段としての、私たちは日常を送って挨拶をし、いろんなことを言葉を交えるコミュニケーションの手段としての言語、そしてもう一つは私たちが言葉を発しなくてもですね、頭の中で考える、いろんなものを作り出す創造的クリエーションのための源としての言語能力、この言語能力が私たちの大脳の中に備わって、遺伝子の中に組み込まれていると考えられていますけれども、その2つの機能が言語を研究するときには重要なものです。チョムスキーをはじめとする理論言語学は、その脳の中の仕組みを明らかにしようとしてきましたけれども、それと対して社会言語学や認知言語学は、実際の社会におけるコミュニケーション、用法ですね、ユーセージを使って、探っていこうというふうになっています。コミュニケーションの方は分かりやすいのですけれども、言語の抽象的な仕組みの研究というのはかなり専門的になりますから、なかなか分かりにくい部分があります。少し、説明画面に書きました。理論言語学は1970年代から1990年代に急成長を遂げましたが、2000年あたりから欧米の主要な出版社が言語学諸分野の研究成果を補完するタイプの分厚いハンドブックスを多数出版するようになってきました。このハンドブックというのは単にお手軽な参考書という意味ではなくって、ある分野において得られた知見を総合的、網羅的に盛り込んだ参考書、そういった意味合い、ハンドブックという意味合いです。このハンドブックスが言語学だけではないと思いますけれども、盛んに出版されてきたという事実は、その分野の研究がある一定の成果を上げて、ある一定の高みにまで達していると、そして安定期に入っているということだと理解されます。このような状況において、伝統的な日本語文法の研究者の中には、もうこれだけ研究されたんだから、日本語文法は研究、これからやることないんじゃないかと、しつくされたんじゃないかという人もいるぐらい、
あるいはこれまでの抽象的な文法ではダメだから、できるだけ実例、用例を集めて統計を取るのがいいというふうな、そういう考え方の人もたくさんいます。いろんな意見がある中で、どうも今のところですね、研究を将来これから何十年にもわたって続けていくための方向性といいますか、指針といいますか、少し見失われる傾向にあるように感じられます。日本の言語学的研究の沈滞あるいは低下というのは、アメリカの主要な大学院において日本語研究で PhD を取る若手が減少しているという事実にも反映されています。少し私個人的に知り合いからデータをもらってまとめてみたところですけれども、アメリカの主要大学15校、ね、ハーバードとか MIT とかシカゴとかオハイオとかカリフォルニアとかハワイとかですね、15校におけるアメリカの日本語専攻の日本語言語学、ジャパニーズリングスティクス、特に理論的な言語学ですけれども、それを取った博士論文の数を、ざっくりとまとめてみました。15年刻みぐらいでまとめてみましたら、1960年から1985年ぐらいまでの間は理論言語学、生成文法が台頭してきました。私自身もその頃に留学をして、非常にみんなですね、前向きの姿勢で、やっていこうという雰囲気、意気込みがあふれていた時代でございます。そして、1986年から2000年の間、日本経済も急成長しまして、バブル、日本人の留学生もその経済成長に応じてですね、多くの人たちがアメリカに留学し博士号を取りました。ところがバブルが弾けた後は、2001年から2014年まではアメリカの留学、アメリカに留学する日本人自体が減っているということがございます。それだけではなくて、それに伴って日本語に関する理論言語学が相対的に低下して、逆に日本語教育やコミュニケーションといった実際的な研究が増加しているように思われます。このグラフに書きましたように、非常に荒っぽいグラフですけれども、一気に2000年までは増加したのに、それが2000年を超えてですね、理論言語学ではアメリカの方、この数の中には日本人ばかりではありません。外国アメリカ籍のアメリカ国籍の研究者、イェール大学のサムエル・マーティン先生、シカゴ大学のジム・マコレ先生、ハーバード大学のススム・クノ先生、カリフォルニア大学サンディエゴの重幸黒田先生、その人たちが育てたアメリカ人その他の国籍の日本語研究者も含まれています。こういった状況ですね、日本語教育の方面をさらに加速させるのは当然のことながら、もう一方ではやはり応用面の基礎になる基礎研究をやる人がいないと困る、空回りしてしまう、土台がない上に、屋根をつけてもダメだということになると思います。特に私自身残念に思いますのは、アメリカ人やの特にアメリカ国籍の人ですけれども、日本語学を日本語言語学で、非常に重要な研究をしてきた人たちが今はもう50、60を超えてきたという時代でございまして、外国人の日本語研究者が非常に少なくなっているということですね。東京外国語大学にも、日本語教育的な実際的な研究だけでなくって、外国人で、外国大学に留学してきた外国人の人たちに
専門的な言語学者を育てていくというふうな姿勢もですね、少し持っていただければ、個人的にですけど、非常に嬉しいと。でないと、日本語学研究の将来が非常に先細りしてしまうんじゃないかと考えています。ということで、私たち国立国語研究所では、日本語が持つ2つの側面を、対等にバランスよくアプローチするということを方向をとっています。一つは内から見た日本語、日本という国、特に国民から見た国民が日常的、一般的に使う言葉、コミュニケーションの手段としての日本語、国語ですね。これを内から見た日本語と称することにします。これは方言ですとか、男女、性差、年齢差、時代による変化、ね、社会的なバリエーション、地域的、歴史的なバリエーション、さまざまな研究がございます。2009年以前の国立国語研究所は、この一番の内から見た日本語、日本語の中の、ランゲージインターナルな問題点を研究してきました。2009年からは大学共同利用機関というのは国際的な研究拠点でなければいけないということで、外から見た日本語、つまり世界の中で位置づけた日本語がどういうふうな特徴を持っているか、ね、外部から見た日本語、世界諸言語から見た日本語という立場をとって、もう対等にとっています。で、一番の方は伝統的な日本語学、国語学、2番の方はどうしても外国語との比較となりますと一般言語学が関わってきますので、理論言語学的なアプローチがあります。この2つの併存共存ということが私たちの強みだと、特色だと思っています。ということで、国立国語研究所が目指す日本語研究といいますのは、内から見る観点、国語の観点ですね。それから外から見る観点、つまりジャパニーズ・ランゲージ・アンド・リンゴスティックスの観点。この2つをバランスよく両立させる。内からの観点を強化することで、日本社会への貢献、特に方言が最近は話題になっています。さらにまた、午後説明がありますように、消滅危機に瀕した言語があります。そういったことをに対する研究の進化、そして国際的な貢献、加えて外国人の日本語学習者を内からの視線と外からの視線、外国人は外国語、自分の母語、外国語の観点から、日本語という異質の言語を学ぼうとしますから、外国人にとって内の言語と内の観点と、日本語としての外国語としてのセカンドラングイズとしての外の観点が、接触する交差点、クロスロードになっていますから、その第二言語習得における諸問題にも、私たちの研究所では取り組んでいます。ということで、私たちの目指すところ、内からの視点、外からの視点、そして内と外が交わる交差点としての日本語教育、この3つの3本柱で研究をこれからやっていこうというところでございます。概略的なことを、ちょっと面白くないことで、ざっと簡単に済ませたいと思いますが、1948年、昭和23年、戦後間もなく文科省の直轄として創設されました。その後、文化庁の付属となり、独立法人を経て、2005年に現在あります立川市の上に写真がちょっと横に引き伸ばしていますけれども、あのビルディング、ガラスと鉄筋造りのビルディングでございますけど、モダンな建物になりました。2009年の10月から大学共同利用機関法人人間文化研究機構に移行しています。この発足当初の国立国語研究所、文字通りの国語を研究する研究所としましては、これも簡単に済ませたいと思いますが、明治から昭和にかけての国語の事情というのを考える必要があります。これにつきましては、
国立国宝研究所が毎年 1回やっています一般向けの講演会ニンジャルフォーラムというのがありまして、そこで、近代の日本語はこうしてできたというのを2年ほど前に、行いました。その時のこういう冊子は電子冊子として、自由に研究所のホームページからダウンロードすることができます。標準日本語、標準語の制定を求めた時代の動き、新しい女性の誕生と言葉、漢語が日本語に溶け込むとき、新しい世界の言葉としての漢字表現、近代日本語における漢字、記事とメディアというふうな内容でありますので、ぜひ、ホームページをご覧ください。簡単に申しますと、明治時代より以前は、江戸時代以前は、日本列島にはさまざまな藩ございまして、それぞれ方言でもって成り立っていました。明治になってから一つの近代国家として、統一をとって、欧米諸国と対等に進めていかないといけないということで、日本国家という意識が高まる中、国語という言語的なものも統制統一を図るという動きが日本政府の中でありました。その先頭に立ったのが東京大学、当時の東京帝国大学の教授、また文部省の国語研究室、文部省の専門官でありました上田万年、上田和俊という人でございます。その人の写真が画面の左上に羽織袴で出ていますが、上田万年さんです。この方は欧米の言語学も勉強しまして、ドイツ、フランスに留学した後、日本でも、ね、近代化するために統一した言語が必要であるというふうな話になってきました。ということで、創立当初は国語、特に国語黒人問題というものが当時ございまして、これは際限なく漢字が増加してきた、日本で勝手に作る国字ですね、8000以上も増えてきた、それからバラバラの方言だったのが困る、共通語を作らないといけない、そういった課題について、作られた、対応するために作られたのが、当時の発足当初の国語研究所でございました。その後1974年からは外国人留学生も増えてきましたので、日本語教育に関する部門が設置されました。このいった日本国内、自分の国の内部の研究をするという研究所は世界のいろいろなところにございます。画面にありますように韓国、ハンガリー、ドイツ、中国、リトアニア、バングラデシュ、タイ、イスラエル、オーストラリア、その他、ね、やはり自分の国の言葉、それから先住民の言語がたくさんあるところでは、自分の言葉のアイデンティティというものを高めるために、そういった自分の言葉を主な研究対象とする、研究所がたくさんございます。発足当初の国立国語研究所もそれと同じような方向でございました。旧国語研究所の主要な成果、これはホームページに全て挙げていますので、時間が終わりの時に、ご覧ください。いわゆる国語の使い方、当時の言い方で言語生活、国民の言語生活と呼んでいましたけれども、例えば日常の生活の中で、家庭の中で方言を使うのか、共通語、標準語を使うのかといったことですよね。旧国語圏では主要な業績の中に、非常に大部の日本言語地図、そして方言文法全国地図、それから話し言葉、この講演などを録音した日本語話し言葉コーパス、それから日本語の語彙を意味的に分類した分類語彙表などが有名でございます。後で、午後の方で、
基地言語あるいは方言地で説明がありますから簡単にいきますが、日本言語地図をご覧いただきますと、日本言語地図は全国各地ですね、沖縄も含めまして北海道も含めまして全国各地でどのような、ある一つの単語がどのように表現されるか、どのように発音されるかを、あるいは意味がどうなるかを項目別に、非常にたくさんの項目について集めた地図でございます。全部で6巻ですかね、ございます。その中で画面で出しましたのは、座るという言葉を、座るという意味を表す動詞ですね。座る以外に、歌詞、まあ、私も方言が発音できませんので、右側に、まあ、標準語に置き換えればということで、右側に座る以外に、かしこまる、膝を使って、膝を折る、膝組む、膝立てる、つくばうとかですね、ちんとする、おちんする、お行儀するなどがあるということでございます。ホームページをご覧いただきますと、それぞれについてこういった単語の一覧表に付随して地図がございますから、それも、興味に応じてご覧ください。今の座るの部分でしたら、画面にちょっと見にくいですけれども、赤い部分が膝を使った、膝を折るとか膝つく、膝曲げる、東北ですとか九州ですね。それからブルーの部分、だいたい東海、近畿、東海、関東、これは座るというもの。グリーンのところ、北陸、四国あたりにありますか、つくばうやそのバリエーションが使われているようです。これも調査自体がかなり昔のものですから、今現在これが使われているとは限りませんが、そういったものになっています。そしてまた日本語研究、日本語教育につきましても、以前は国語年鑑、そして日本語年鑑という2冊の別々の出版社から別々の本として1年間の研究、全国の研究活動をまとめたものが年鑑として出ていましたけれども、2009年からはその本の出版ではなくて、どうしても本の出版ですと情報は収集し構成をして出版するまで1年以上かかります。タイムラグがありますので、すぐに出せるようにですね、ウェブサイトで公開することに変更いたしました。で、現在では1年に3回ないし4回新しい情報を更新しています。特に、国内で出たものですけれども、海外で出た日本語研究の論文も含まれます。日本語研究、それから日本語教育研究の文献データベースね、国内、普通ではちょっと手に入りにくいような、国内のさまざまな大学、私立大学を含めまして、その企業類も、企業類に載った文献も入っています。あるいは大学生が出している、院生が出しているような出版物ですね、もここに含まれているはずです。共同利用期間となり、2009年になりましてからは、やることがかなり以前のものを引き継いでいる部分もありますけれども、変わった部分が多くあります。一つは英語で共同利用機関、英語では Inter-University Research Institute、 Inter-University と名付けていますけれども、大学間の、大学と大学の間を取り持って研究、私たちが中心になって研究していく、そのためにですね、全国的、国際的な研究者と一緒に大型の共同研究を進めています。その進める目的は、一番、大学及び研究者コミュニティへの学術的貢献、そして大学の機能強化。昨年、文部科学大臣の言葉で、一見ですね、後で取り消しましたけれども、人文系、特に言語系ですかね、軽んじるような発言がございましたけれども、そういったところを、私たちの研究所が機能強化のために力をこちらから差し伸べ、提供する。2番目、研究成果を活用した社会貢献。それは地域、社会への貢献。
ね、それからこの社会貢献といいますか、広く捉えていまして、日本語教育に携わる一般の、方たちにですね、日本語教師への貢献も含めています。直接的な貢献ではありませんけれども、日本語教師が役に立つような材料を提供するということ。3番目は、日本語研究の国際的ハブとして、中心として海外の研究機関と国際連携を強めるとともに、日本語研究の成果を世界に向けて発信する。で4番目、もう各下の方にありますけれども、優れた研究者、若手研究者の育成という、この4つですね、大学および研究者コミュニティへの貢献、2つ目が社会貢献、3つ目が日本のプレゼンスを高めるための国際的貢献、4つ目が時代を担う優れた研究者の育成というふうになっています。時間の関係で飛ばしていきますけれども、この発足、2009年から発足しましたから6年間が経ちました。その間、主な、もうこれです、6年目最後の年になりますけれども、第2期中間計画期間の最後の年ですが、共同研究、共同利用、国際連携、社会連携、若手研究者育成、いうので、それぞれのところで、共同研究をベースにしてですね、成果を上げてきた、それなりの成果を上げてきたと考えています。特にこれまでの6年間は、共同利用、共同研究は当たり前のことですから、国際連携と社会連携ですね、この2つを目標としてきました。国際連携といいますのは、一つは旧国保圏はやはり内中の見方視点だけでしたから、世界から見た観点ということで、国際的に我々はつながらないといけないと、そういう姿勢を打ち出したものです。でもう一つは社会貢献の方は主に消滅危機に瀕している言語、ユネスコでは8つぐらいの言語しかありませんけれども、実は私たちが喋っているさまざまな土地、地方、東京標準語も含めてですね、消滅危機になっていまして、今は何かわからないような共通語が一般的になってきている。そういったところを、ね、社会的な貢献、そしてもちろん社会貢献の中には日本語教育に関する貢献も含まれています。社会貢献につきましては午後の講師が説明をしますので、以下では主として、あと少しの時間、国際連携について、重点を置いて話したいと思います。日本語の研究、ひいては日本語そのものを世界的に普及させる。日本語の研究を世界的に普及させるとともに、そこから波及的にですね、日本語そのものも、世界的に広まっていけばいいんじゃないか。そのためには、海外の主要な研究機関との連携が不可欠です。海外の主要な日本語、あるいは言語学の研究機関との連携をこれまで取ってきました。連携を取るだけではなくて、海外の研究者を専任教員としてお招きしたり、あるいは特別共同利用研究員という大学院生として、半年なり1年なり指導したり、というふうな活動をできました。アジア、ヨーロッパの言語との、関係としましては、ヨーロッパの方では言語学の中で、優れた研究業績を上げました。去年でしたか、今年でしたか、閉鎖になりましたけれども、マックス・プランク進化人類学研究所の言語学科と一緒に、日本語文法、動詞に関する言語類型論的な研究を行いました。その成果は画面にありますような非常に大きな本の2冊本になっていますが、その中で私たち国保圏として寄稿しました日本語概略、それから武川原さんの寄稿しましたアイヌ語概略の論文が含まれています。
それから2つ目としまして、ヨーロッパのオックスフォード大学の東洋学研究所と、歴史コーパス、特に上代日本のコーパスの開発についての共同研究、基礎研究を行う。これからも続けるつもりです。そして2013年からは台湾にあります中央研究院のアカデミアシニカの語源学研究所と共同研究協定を結びました。また2014年からは中国北京日本学研究センターと、こちらの方は中国人の日本語学習者を中心にした日本語教育に関する共同研究を開始いたしました。そして単に共同研究をするだけではなくて、日本語研究をグローバル的に発信すると、日本語研究をグローバルに普及させるという意味で、Handbooks of Japanese Language and Linguistics HJLL というシリーズをベルリンのデブロイター・ムートン社と提携を結びまして開始いたしました。画面に出ていますのは左端から、パトリック・ハインリッチ、新章・ミアラ、道のり・シモジ、この3人の編集で Handbook of the Ryukyuan Language です。723ページの非常に大きなものです。去年の冬に出ました。2015年、同じ時期に研究所の教授である春尾久保園編の Handbook of Japanese Phonetics and Phonology、 これも700数十ページのものでございます。同じく去年出ましたのはアメリカオハイオ州立大学の中山峰春さんを編者としました、Handbook of Japanese Psycholinguistics、 心理言語学ですね、言語習得など、それから今年になりました。2月に来月に出るはずですが、一つは応用言語学、日本語教育も含みます応用言語学、サンフランシスコ州立大学の南正彦さんを編者とします Handbook of Japanese Applied Linguistics。 そして同じく来月に出るはずの私と神戸大学の岸本秀樹さんの編集しました Handbook of Japanese Lexicon and Word Formation。 こういった5冊ですね、がこれ合計で12巻予定していますのが、この2年間で5冊が出たということでございます。このハンドブックシリーズは言語学の方では1957年でしたか、チョムスキーの Syntactic Structures という本を世界で初めて出版して一躍有名になったムートン社ですね、言語学をリードするムートン社から出すと、向こうからのお誘いでもって協定を結びました。日本語研究、そしてアイヌ語も含めた、琉球語も含めた全研究領域を網羅して、それぞれの研究領域におけるこれまでの国内外の重要な研究成果を俯瞰し、現在における最先端の研究状況をまとめる、さらには今後研究をどう進めていけばいいかという今後の展望も示唆すると、そういった内容になっています。各領域において国内外の第一線の研究者が執筆を担当し、12巻でございますから全部で合計しますと200数十名の執筆者になるかと思います。これはまさに英語ですらこういった大きな規模のものはなかった、まさに世界初の大きな規模の一つの言語につきましては大きな規模の総全体も見渡す研究所論文集となっています。12巻の内容は画面に出しました通りでございます。後で、午後の方で、アイヌ語そして琉球方言、アイヌ語とそして日本方言についての話も出てくるかもしれません。
それからもう一つ社会言語学忘れました。午後の講師の一人で社会言語学の方を取りまとめている人もいますので、それから、はい、野田さんもあります。野田さんは日本語教育としてお話ししますが、日本語統合論の研究者の一人にもなっています。ということで偶然かもしれませんが、今日登壇します国語圏の職員は全てこの偏者になって、どこかのところに加わっているということでございます。その他、このシリーズだけではなくてですね、その他にも外国に、特にヨーロッパに向けて、今欧米でも動きが鋭いのはヨーロッパでございますから、ヨーロッパの出版社から出したいということで、ムートン社やジョン・ベンジャミン社やオックスフォード・ユニバーシティ・プレスから出版予定しています。その中で、一つだけ、自分のことはしゃべるなということでしたけども、一つだけ、国際化ということで、話させていただきますけれども、私自身の、共同研究の中でその副産物として、複合動詞レクシコン、カンパウンド・ワード・レクシコンというのを作りました。これは現代日本語でよく使われる動詞プラス動詞ですね。訴え出る、訴えると出て訴え出るとか、移ると込むで移り込むですとか、2つの動詞を集めた複合動詞。これがアジアの言語の中でも日本語が最も発達していると考えられます。その中で、比較的現在よく使われる2756号をこういった形で、検索できるようにですね、単語全体も移り込むでしたら移り込む全体を入力すれば検索できますし、前の部分移るだけを検索してもできますし、込むの部分後ろだけを検索することもできる。でそれぞれについて、右のように意味の解説、訳ですね、英語もついています。そして中国語のページをご覧いただきましたら、中国語、台湾の中国語も含めてですね、反対中国語と簡単中国語の両方であります。それから韓国語ということで、この中で複合動詞や例文にはローマ字表記をつけています。ローマ字表記をつけるということが、少しでも漢字仮名を読めない、外国人には少しでもローマ字を書くことで、国際的に普及させるという効果があるのではないかと考えて、このようにいたしました。検索の方法は今言いましたように、いろんな使い方が出てきます。全体を検索する、前を検索する、後ろを検索する。基本的には文法的な解説になっていまして、自動詞か他動詞か、主語が意図性があるかどうかですね、全体の意味がどうなっているか、そして、共同研究の中で出てきますが、複合の中の、形態構造ですね、ただ単に2つ動詞が並んでいるだけではないんだという、スラクチャーのこともここで分かりやすく示しています。でさらにこれには NLB と言いまして、高校研究で出している日本語近郊書き言葉近郊コーパスというものにリンクさせるようになっていますから、例えば男が無遠慮に家に上がり込んだ、上がり込むみたいなのを聞いてみてみますと、 NLB と右端に書いてあります。これをクリックしますと NLB というところにジャンプしてきまして、 NLB というのは、書き言葉近郊コーパスをさらに学習者用に分かりやすく分類したものでございます。解説したものでございます。そちらの方にジャンプするということになっています。これは幸いなことに、ジャパンタイムズに2014年の11月に、取り上げられまして、インターネット版そして紙の出版物両方で取り上げられまして、日本語学習者には朗報であるというふうな、報告の仕方で取り上げていただきました。おかげでですね、その時の影響力、非常にすごいですね、ジャパンタイムズの影響力、この図表の山になっているところが、
4と跳ね上がっていますけれども、世界中でアクセスが急増しました。現在まで6万7000件ぐらいのセッション利用数がありますけれども、本当に世界全体を、共通ではありませんけど、本当に世界全体、アフリカも含めてですね、世界全体をカバーして、いろんなところで使ってくださっている。ということで、少しでも日本語を国際的に普及するということにですね、こんなちっぽけな、本当に2756ちっぽけなものですけれども、少し貢献しているかなと。お手紙もよくもらいますけれども、非常に役立つというふうなことになっています。まあ、こういったことを仕事をするのが私たちの研究所の仕事の一つかと思っています。先ほど紹介しました、現在、書く言葉、金庫コーパスの方は残念ながら、ローマ字表記がありませんで、漢字かなしかありませんから、本当に日本語が読める人しかありません。また、英語訳も今のところはついていません。ここはもうそれ以外のものもありますし、アイヌ語の方では午後に説明があります、あると思いますが、こういったアイヌ語会話のトピック別辞書というのも作って刊行しています。最後になってきました、共同利用と共同研究の関係として、重要なことは、これらの製作物、作成物、コーパスや電子辞書、電子地図、あるいは論文集、ね、これは共同研究の成果であるとともに、それを用いた言語学的な研究が進んでいるということです。研究者の中には、昔の国語圏のことを思い浮かべまして、研究所はコーパスや言語地図を作っていればそれでいいんだとおっしゃる方もいますが、それではなかなか文科省対策として成り立たなくなっています。一番下のブルーで書きましたように、私たちは共同利用と共同研究を一体のものとして、共同研究することによって共同利用が生まれる、さらに共同利用することによって新しい共同研究が生まれる、こういうサイクルになっているというふうに考えています。あと5分ほどで少し個人的なお話も含めまして、先ほどちょっと触れましたように、2000年代から言語学の中でいろんなハンドブックスが出てきました。日本語に特化したハンドブックスでも、1999年のブラックウェル、2008年のオックスフォード・ユニバーシティ・プレス、それからその次2015から我が方のムートンのもの、そしてさらに、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスもそういったものを準備しています。さらにはウェブ上で利用できるオンライン研究会題や研究百科、エンサイクロペディアといったものも増えてきました。私自身もこういったところに少し関係していますけれども、これまで世界的に知られていなかった国語学の元折春庭ですとかですね、江戸時代のものも含めて現在のところアクセントと語形成、2つのアーティクルしか載っていませんけれども、オックスフォードビブリオグラフィーズオンラインというのを出しています。さらにまた私の方はアドバイザリーボードをしていますけれども、オックスフォードリサーチインサイクロペディア ORE というのを言語学を進めてきました。このオックスフォードリサーチインサイクロペディア、まさに冒頭で言いましたグローバル化というのの、を目指しているものと思われます。これは私も北から下の方に写真が載っていますけれども、世界の各地を代表するようなですね、ヨーロッパ、アジア、東アジア、南アジア、世界各地を代表するような人がエディター、アドバイザリーボードになって、それぞれの分野における研究を展望する、そういったものになっています。まだまだこれ始まったばかりで、これからどんどん増えていくと思いますけれども、オックスフォードリサーチインサイクロペディア ORE と呼んでいます。こういったものでですね、さっき初めに言いましたように、研究水準がグローバル化、世界的に均一化していく、それから研究スピードもですね、これを見ればもう日本国内であろうと世界どこであろうと、これを見れば今最前線がこれであるというのが分かる。スピードも
すべて日本国内にいても世界にキャッチアップできる、ね、情報もそう、研究情報とスピードと研究のスタンダード水準の、グローバリゼーションと呼んでいいのか、世界標準化と呼んでいいのかですね、それができる、そういうプラットフォームをこれ構築しようとしていますけれども、そういったところにも国語研究所が微力ながら関わっているということでございます。もう時間があと 1,2 分になりました。これから始まる4月から第3期中期計画期間というので、2016年から2021年までの間、日本語が持つさまざまな特色を先ほど触れました内からの視点、日本語がいろんな方言や社会変異があるという多様性ですね、それから外からの視点、日本語が世界から見てどういう特徴、特質があるのか、それから外と内の交差点、接点としての日本語教育、この3つの方向性でもってやっていこうということになっていますが、これまでそれぞれがバラバラでやったものをできるだけ連携して総合的な研究の方向性を出したい、とかく日本の大学は専門化、細分化が進んできまして、この分野はこの分野のことしか知らないという若い研究者が育ってきて、日本語全体、ひいては世界から見た日本語がどうかという総合的な視野が欠けているように思われます。そういった日本語の小さな枝葉だけを見る学問ではなくて、日本語の全体を見る、総合的な日本語の森を見る、総合的な研究がこれから私たちは開拓していかないといけない。で、そしてこの総合的な研究というのは個別の大学ではやはりディパートメントに分かれていますから難しいところがあります。それが共同利用機関としてですね、私たちが中心になってやっていくべきことではないかと、2016年から2021年までの6年間にやりたいということがこういうことでございまして、以下はハンドアウトに細かいことを書いていると思います。時間が来ましたので、以上、研究所としての公式の展開を含め、それだけでなくて影山という一人の研究者としての個人的な見解、意見も感想も踏まえて、グローバル化社会において日本語研究がどうあるべきか、どう進んでいくかということについてお話しいたしました。ご清聴ありがとうございました。